こんばんは。今日は2019年の10月第3回全島記述模試の数学、これ数3ですね、生徒に頼まれた問題、括弧2を聞かれたんで、まあ行きましょう。全部 XY 平面上に2つの曲線 C1 が Y イコール cos2x たす1で X が0以上2分の π までね、で C2 が Y イコールルート 23x で X が0から2分の π があると。 C1 と C2 の交点の X 座標を求めようと。で2番 C1 と C2 および X 軸で囲まれる部分を D とすると。 D の面積を求めようと。で2番が D を X 軸の周りに1回転してできる立体の体積を求めようと。これはちょっとめんどくさいな。じゃあちょっといきましょう。じゃあ答案作ってますので、ちょっと待ってくださいね。これを元にいきます。はい、じゃあいきます。まずね、グラフ的に言うとこんな感じなんですよね。グラフ的に言うと、まず C1 が Y イコール cos2x たす1と。あのこれね、なんか C1 がね。っていうことは、これで、0、コサインで0から、2分の π だから、最大値1、1、1と。で、1足してるから最大値2ですね。つまり C1 がこのグラフをたどるってわかります？ Y イコール cos2x たす1。だから、X が0の瞬間、X が0の時、コサイン0だから1ね。で、それに1足してるから、だから、X が0の時は2ですよと。で、あと、X が、まあ、これは後々4分の π なんですけど、交点はね。で、2分の π になった瞬間に、2分の π ってことは π だから、コサイン π、つまりマイナス1ですね。マイナス1に1足して0。だから、2分の π になった時に0。だから、こういう感じね。で、2番というか C2。C2 は y イコール sinx に、縦にルート2倍すればいいんやから、だから、sin だから、初めが0の時は0で、2分の π の時に本当は1なんだけど、ルート2倍ね。ルート2の時。いいかな。で、まあ、グラフは大雑把にこんな感じなんですけども、1番。y イコール cos2x たす1。で、y イコールルート 23x。だから、右辺イコール右辺でいきますよ。cos2x たす1。イコールルート2 sinx と。で、この2倍角を1引く、だから sin だけの式にするから、1引く2 sin 2乗 x に変えます。足す1イコールルート2 sinx ね。で、左辺に全部集めてマイナス1倍すると、2 sin 2乗 x 足すルート2倍の sinx 引く2イコール0と。で、これ因数分解できますので、因数分解してもらうと、ここまでで、このままでいくと、sinx は、ルート2分の1と、マイナスルート2か、なるんだけど、x が今0から2分の π ですよね。ということは、sin で言うと、0から1までしかないと。ということは、この値は使えないから、この値ですね。だから、sinx イコールルート2分の1、これイコール0だけ使えると。ということで、サインがルート2分の1で、x がこの範囲だったら、4分の π ですね。で、1番は4分の π。ということで、4分の π ってことは、さっき言ったように、4分の π の時に、ここ等しくなると。y の値がね。だから、グラフ的にこんな感じ。C1 がこういうグラフ、C2 がこういうグラフで、4分の π の時、1。まあ、4分の π 実際入れてみたら、4分の π 入れて、4分の π 入れたら、1になりますよね。例えばここに sin4 分の π 入れると、ルート2分の1になるから、それをルート2倍してるので1になると。でこれも、何だっけ、4分の π か、4分の π 入れたら、4分の π だから2分の π になるのか、2分の π ってことは、ルート2分の1ってことは、ルート2分の1だから、4分の π 入れたら、2分の π か。コサイン2分の π。コサインが2分の π の時は、0だからちょうどいいか。1でなる。いいか。いい、合ってる。合ってる合ってる。1で合ってる。だから y が1ね。はい。じゃあ、今の計算から x は4分の π が出て、ちょうどここで1でぶつかってると。いいかな、そこで。はい。じゃあ、このグラフ、ちょっと置いとこう。だから C1 がこのグラフですね。で、C2 がこのグラフ。はい。で、いきます。こっから1番、2の1は面積。で、2の2が体積か。じゃあ、いきます。
まず2分の π まではこれだから C2 か C2 の式使ってください。だから C2 の式はインテグラル0から4分の π の時はルート2 sin x dx ね。で今度4分の π から2分の π までは今度 C1 を使ってください。cos 2x たす1で4分の π から2分の π ね。の dx で積分します。ルート 2sinx はマイナスルート 2cosx ですね。ですかね。だから sin の、積分はマイナス cosx。逆に言うと、cosx を微分するとマイナス sinx だから、ちょうど合ってますね。はい、で、こっちの方は、cos、で、2がポイントなんで、cos は sin に戻せばいいんだけど、これ2があるから、だから、あの2分の1がいりますよね。2があるか ら, だから逆に言うとこれをこれ微分したら cos 2x で2を微分して2が外 2x を微分したら2だから2が加わってこうなると、ね、2加わってて2かけたらこうなるといいかな。これでで1はこれねいいかな。これを意外と忘れがちだけど 1, のせ1は積分したら x ですよ。じゃあこれであとはもう値を入れてください。そしたらルート2足す4分の π 引く2分の3ルート2足す4分の π 引く2分の3。そこまでいいかな。はい。じゃあ、それが2の1。で、次、2の2なんです。問題は次なんですよね。もう一回グラフを元に、グラフを元に。じゃあ、今度、x 軸でこれぐるっと回すと。そしたら、同じように、まあ、式はいいんかな。π、まあ、π はこっちに書いてもいいけど、π インテグラル0から4分の π のルート2 sinx の2乗ね。だから、y の2乗ね。dx。足す π インテグラル4分の π から2分の π の y の2乗つまり cos2x 足す1の2乗 dx でここで、これを展開したら 2sin2 乗 x ですね。でここを展開したら cos2 乗 2x 足す 2cos2x 足す1ですね。はい。でここでちょっとこのちょっとこれやる前にここの技ね、sin2 乗 x イコール2分の1引く cos2 これは半角公式って言ってもいいし2倍角って言ってもいいんやけど、まあ半角公式でいきましょうか。半角公式を使ったらこれが言えますよね。あとこれ2倍角 cos2x イコール 2cos2 乗 x 引く1でこれを x を 2x にするとこうなりますよね。 cos4x イコール 2cos2 乗 2x 引く1とでこれをこれイコールに変えると cos2 乗 2x イコール2分の1足す cos4x。 じゃあそれ使います。はい。じゃあここのとこね、sin2 乗 x だから sin2 乗 x をこれに変えたら2分の1引く cos2x ね。であとここの cos2 乗 2x の部分を2分のつまりもう角度を合わせる、あそうか角度合ってねあの2乗の部分を1乗に変えると2分の1足す cos4x ね。いいかな。はい。じゃあとあとはだから2乗じゃなくて1乗の形にね全部書き換える。はい。でこれで書き換えつまり書き換えたのはここの sin2 乗 x をこれに書き換え cos2 乗 x をこれに書き換えたと。はい。で続いてあとはもう結論に近づきます。じゃあまとめると今の式まとめると π インテグラル0から4分の π の1括弧 cos2x 簡単になりましたね dx 足す π インテグラル4分の π から2分の π の簡単にすると2分の π、2分の3足す2分の1 cos4x 足す 2cos2x の dx。 あとはこれ積分なので x になり cos2x は2分の sin2x かで2分の3は2分の 3x、 2分の 1cos4x が8分の 3cos4x で 2cos2x が sin2x に変わると積分したらね。はい。じゃああとはもう値を代入してください。そしたら8分の 5π2 乗引く2分の 3π8分の 5π2 乗引く2分の 3π まで出てきます。なんかちょっとポイントは、まあこれちょっと値を入れてるのは省いて答えだけ書いたんだけども、ポイントはここでしたね。あの2乗の形、2乗の形、ま、インテグラルの中に2乗の形のままだとやりづらいので、だからこれを1乗の形に変えると。だからこの sin2 乗 x を2分の1引く cos2x に変えると。で、ここも cos2 乗 2x を2分の1たす cos4x に書き換えると。だから1乗の形にしたら、積分はしやすいよと。まあ、そういう問題でしたね。はい。よろしいでしょうか。
じゃあ、生徒から聞かれたのは以上です。じゃあ、高校3年生、頑張れ。